自動車評論家でもなく YouTuber でもない私ゴーカーが本音で語るゴーカーチャンネルでございます。今回ご紹介する車は電気自動車です。 BMW の iX3 でございます。ゴーカーチャンネル。ゴーカーチャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。今回取り上げる車ですけれども、昨年2021年の11月4日に、発売されました発表ですねされました、BMW の iX3 をご紹介します。で、まあ、その iX3 という名の通り、ベースとなっているのはミディアムサイズ SUV の X3 なんですが、パワーユニットが完全なる電気自動車 BEV であります。今回試乗するのは BMW iX3 の M スポーツでございます。と言ってもこの iX3 にはこの M スポーツ仕様しかないようで、こちらまあオプションはいろいろありますけれども、このモデルしか用意されておりません。ゴーカーチャンネル。で、まあ、今回この BMW の iX3 を乗るにあたってですね、まあ、いろんな3つの私の注目するポイントを挙げてみましょう。まず1つ目ですけれども、BMW といえばその名の通り、実はエンジン屋さんなんですね。ですから、エンジン乗ってないんですね、この車の場合は。で、まあ、BMW といえば昔から駆け抜ける喜びというぐらいで、エンジンのそのフィーリングとか直列6気筒エンジンとかですね、今は4気筒でもなかなか気持ちのいい、エンジンがいっぱいあるわけですけれども、やっぱりこの時代において、こういう電気自動車を投入してきたわけです。と言ってもですね、実は BMW 他のメーカーよりもずっと早く電気自動車を投入しておりまして、BMW の i3 という車がもうすでに、投入されておりましたけれども、これ日本に導入されたのが2014年なんですね。もうそれから8年経っているわけで、結構早い段階で BMW は電気自動車を投入してきたわけですけれども、まあ i3 は残念ながらゴーカーチャンネルでは取り上げてませんが、私は過去に乗ったことがありますので、まあその時の、まあ、感激もあったんですが、まあ、この iX3 がその i3 の時と比べてですね、どれぐらいまあ変わっているのかとか、逆に、i3 は随分ちょっと変わった車で、なかなか万人受けしにくいところがあったんですね。で、まあそういうところからして、まあ今回の、iX3 は普通の人が乗れるのかどうかと、誰にでも受け入れられるような BEV になっているのかっていうのを検証したいと思っております。で、二つ目、ね、先ほど申し上げた通り BMW はフロイデアンファーレン、駆け抜ける喜びというのを随分前から、もうメーカーの特徴としてしております。果たしてこの電気自動車でも駆け抜ける喜びが味わえるのかどうか、そのあたりも注目していきたいと思います。で、三つ目ですけれども、ご覧の通り、多分普通の人が見たら X3 とそう変わらないな、実際にそうなんです。デザイン上では、こういうグリルがもちろんエンジンがないもんですからね、もう穴開いてなかったり、ホイールがちょっと先進的なデザインになってたりと、で、まあ、あとちょっとブルーの装飾があったりする、それぐらいでありまして、本当に基本は X3 と同じと思っていいと思うんですね。ということですが、まあ、バッテリーが乗っかってたりしてるわけですけれども、実際ガソリンエンジンの、まあ、アイスというふうによく内燃機関の車最近言いますが、アイスの X3 と同様にこの SUV らしい使い方ができるのかどうか、その3つをちょっと検証しながらですね、今回はこの iX3 を細かく見ていきたいと思います。で、X3 ともう車は基本的な車の構造は同じなので、ボディサイズなども基本は同じと思っていただいていいと思います。全長は 4740mm、 全幅は 1890mm、 全高は 1670mm ということで、D セグメントの SUV、 まあまあ全長も 4.7m をちょっと超えるぐらいですしね、幅も1900は超えてませんから、まあまあ SUV の中では乗りやすい方かなというふうに思います。ただ車両重量がやっぱりバッテリー重たいんですね。2200キロあります。で、普段ですとエンジンの話するときはここ開けるんですが、実はここにはもちろんエンジンが入っていませんし、さっき開けてみたところもう何もない状態なのでもう開けませんが、この電気モーターの最高出力は 210kW です。馬力換算にいたしますと 285.5 馬力、最大トルクは 400Nm ということで、電気モーターですから0回転から4500回転の間で最大トルクを発揮するというのもですね、魅力的なところかと思います。で、一充電での走行距離はヨーロッパにおける WLTP のサイクルですけれども460キロというふうに出ておりまして、まあ400キロを超えてくるので、まあまあいいかなというふうには思いますね。
で、充電の方法はここに普通充電があります。で、リアのちょうどもともとガソリンの給油の口があったところに急速充電がのジャックがあるんですが、その急速充電は最大 80kW までの充電が可能なんだそうです。でもちろんその家では普通充電はここで充電するというわけですね。で、80kW の急速充電を利用したときはわずか70分以内で約 80% までの充電が完了するんだそうです。で、10分の急速充電では80キロもの航続距離、あ、なかなかすごいですね。10分の急速充電で80キロの航続距離を伸ばすことも可能ということで、そういうところも魅力的かなと思います。普通充電においては一晩約8時間で0から 100% の状態にまで充電することが可能となっているんだそうです。まあ、やっぱりね、家に、ないとちょっと厳しいところはあるかなと思います。で、まあ、あとは運転支援システム、3シリーズとかその上のモデルと同じように三眼のカメラとミリ波レーダーを用いた運転支援システムもしっかりと用意されているというわけでございます。じゃあ、せっかくですから今回もこの車の計測編、操作編をこれからやっていきたいと思います。で、こうなれば相当長いもの乗りますよ。